ロッテは14日、5月17日、19日、日本ハム戦、ZOZO ゾゾマリンの3日間で社会貢献活動プロジェクトマリーンズリンクスの活動の一環として、キンクリボン募金活動を実施すると発表した。19日は選手たちが募金箱を持って募金活動に参加する。期間中は募金箱を球場内フロアにインフォメーション、C、D ゲート間に設置する。 集まった募金は公益財団法人日本対がん協会、微笑み募金へ全額寄付され、乳がんを早期発見するための検診の推進、乳がん患者や家族の支援、検診従事者や専門家の育成、正しい知識の普及啓発活動などに役立てられる。千葉ロッテマリーンズ選手会は球団を通じて、日頃より千葉ロッテマリーンズへたくさんのご声援、ご支援をいただき誠にありがとうございます。 昨年に引き続き今年も ZOZO マリンスタジアムでピンクリボン募金活動を行うこととなりました。昨年はたくさんの方にご協力をいただきありがとうございました。微力ではありますが、この活動で乳がん撲滅、検診促進などにつながることを願っています。継続していくことが大切だと思いますので、これからもピンクリボン活動をサポートしていきますとコメントした。